特典でもね、この案をしたら今数を増やそうと頑張ってます。国内の動物園が協力してあってですね、アムロちゃんの繁殖をさせようと頑張ってます。実はね、オスのトラカッカ君、静岡県の動物園からね、今お借りしています。入れ替わりにね、うちにいたオスのトラリング君はですね、今現在長野県の方でね、子作りの方に頑張ってもらってます。こういうふうにね、国内の動物園がね、協力し合って、増やしていくんですけどもね、こういう流れが世界中の動物園にもあります。世界中のね、動物園のアムールから全部合わせますと今現在1000頭を超えてますのでね、実際は野生よりも動物園のトラの方が多いという状況になってますね。数は増えてはいいんですけど、残念ながら環境が整ってないということでね、なかなか野生に返すという動きには非常に困ってないんだけどもね、絶滅する前になんとかカップだけを維持しようという、こういう試みですね。現在ね、ココアも食事しておりますけどもね、アムールトラのココア、ご存知の方もいらっしゃると思いますけどもね、生まれながら障害を持って生まれてます。軟骨形成不全症という病気なんですけどもね、体中の軟骨が成長しにくいという病気です。体の軟骨は非常にたくさんの部分にあります。もちろん関節の部分なんかもね、軟骨でできてますしね、そういうところがまともに成長しないという病気なんですけどもね、原因の方はよく分かっていません。遺伝的な関係もあるのかもしれませんけどもね、コカはですね、今食事しているコトちゃんの部屋で実は生まれています。出産当時ね、部屋の中に産婆がありましてね、その中で寝てくれるようにという準備はしてあったんですけどもね、実際はね、コンクリートの床に包み落とされていましてね、発見当時はほぼ動きがなくてですね、大変なことが続いているんじゃないかと思われたんですけどもね、取り上げてみるとわずかに動きがありましたのでね、すぐに袖取って取ってね、なんとかね、3頭のうちに2頭を助けることができました。タイナーとココアという名前がついてね、一冊にはついてきたんですけどもね、残念ながら兄弟のタイナーの方はですね、お肉をね、喉にしまわなくてね、死んでしまいました。実はね、喉の食道っていうのが軟骨でできてましてね、猛獣ね、お肉を丸飲みして食べるんですけどもね、ちょっと喉に詰まった時に軽く咳を出して戻せるんですけどもね、喉の機能があんまり良くないので、ね、気が付かなかったのがね、どういう気持ちかもあります。今ね、猛獣ね、丸飲みして食べていましたけどもね、よく見ていただくと分かると思います。あまり歯も取ることはしません。猛獣ね、奥歯も尖ってますのでね、人間のようによく噛んで食べるということが実はできないんですね。ですからね、飲み込める大きさに噛みちぎったら丸飲みしてしまいます。あとペロペロ舐めたりもするんですけどもね、実はね、舌の表面にたくさん